いろいろなビーズプラスチックビーズ独自の発展を遂げたアフリカのビーズ装飾。婚礼衣装ビーズは装飾や手芸などに用いる穴の開いた小さな玉。数種玉、軟筋玉とも言う。特にガラス製のものはトンボ玉と呼ばれる。穴の開いた玉で直径は10ミリメートル以下が多い。形状は球形や円筒形のものが多いか 花型や星型など様々ある。素材は、ガラスやプラスチックに加えて、古来の石、貝殻、真珠、サンゴ、動物の角、骨など多岐にわたる。装飾、手芸用品、子供向け玩具として売られている。穴に紐、糸を通して、立体的なアクセサリーを作ったり、衣服やバッグなどに縛り付けたり縫い付けたりする。色が異なる、多数のビーズを使い分けて、 絵画のような模様を描き出す刺繍もある。主な用途は衣服、カバン、靴、送信具、玩具などである。小さめのビーズが多数連なるようにつなげて作った装飾品がネックレスである。一方、大きめのペンダントトップビーズが胸元の位置に配されるよう紐で結んだ装飾品はペンダントといい、ペンダントトップとネックレスを組み合わせたペンダントネックレスもある。 ヨーロッパのキリスト教圏でロザリオに使用される数種玉についてアングロサクソン語のビルン、ベデから変化して呼ばれるようになったのが語源という説がある。送信などに用いる穴の開いた玉自体はそれ以前から世界各地にあった。古代インダス文明では鉱玉水性ビーズの製造が盛んに行われ、タル型ビーズをはじめとしてメソポタミアにも輸出された。 高い加工技術を要するマイクロビーズも作られていた。また、古代エジプトでは、戦王朝時代には、自然石に穴を開けて紐で繋いだ装飾品があったことが、数多くの埋葬例から分かっている。当初は、自然石をそのまま先行して使用していたが、次第に石を研磨して成形するようになった。さらに、 王朝時代成立前の紀元前4500年頃には、ファイアンスと呼ばれる、石英湖で様々な形のビーズを作るようになった。奴隷貿易の際に貿易品として、アフリカ大陸に渡ったビーズは、トレードビーズと呼ばれる。1900年代初頭までに作られたビーズは、アンティークビーズ、ヴィンテージビーズと呼ばれる。ガラスの加工技術が現在と異なり、 独特の風合いのあるビーズが生産された。また、プラスチックの加工技術が確立された時期にも当たるため、現在の感覚ではキッチュに見えるデザインのプラスチックビーズが大量に生産された。日本では、大正時代末に、婦人雑誌などで紹介されて流行した。1926年に出版された、ビーズ手芸全書が、日本初の本格的な参考書である。 21世紀に入ってからの流行の推移としては、スワロフスキー前世紀を経て、現在は、ヴィンテージビーズなどのヨーロッパのビーズや、天然石ビーズが、現代の工業生産されたものと違い一粒ずつが、個性を持っているとして、人気を集めている。アイロンビーズ。ありがとうございます。